はい、皆さんこんにちは。 MK の Q チャンネル、まさです。本日もよろしくお願いいたします。メモ校全国制覇の旅、近畿地区和歌山編、本日は第17話お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。通算は87話目になります。前回ですね、スカウト、そして春の甲子園と戦っていきました。で、まあ春の甲子園ね、結構ね、打線爆発してくれて、まあ、決勝はね、乱打戦になってしまい、9対8ぐらいになったんかなっていうところで、9回サヨナラ勝ちでなんとか優勝することができました。でスカウトはね、天聖選手に日ハムの万波選手、そして天聖 OB にキャッチャーの谷繁選手と、またね、いい選手が2人天聖選手で来てくれるんで、それはまた楽しみかなと思います。で今日はですね、まあ、まず入学式でその選手を迎えて、でその後ね、夏の県大会、これ和歌山でもう5年目になるんで、さっき多分ね、前の話で、最後の締めの時に今回15話って言ってたんですけど、16話で今回が17話になるんで、なんとかね、夏のね県大会、和歌山5年目になるんで、しっかりと勝って、近畿すべて制覇していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。この MK のクイズ、行かないんですよ。本編にあった、月曜日と木曜日、お休みいただいてます。その他はすべて配信で、ショートにあったら毎日配信してますんで、またチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日も頑張りましょう。いやちょっとね、今回はエース鈴木くんがおるんで、まあ、前回ね、春の甲子園、しっかりと9対8でね、サヨナラ勝ちで優勝することができました。で、まあ、エースの鈴木がね、これ1年生、もう2年生になるんですけども、もうビタビタの能力。そして3年生、新3年生には村松と、そして石峰さんというような形で、もう完璧ですので、このままね、入学式入っていくんですけど、まずその前にね、前回最後にも言ったんですけど、スカウト済み選手。まずはラインドライバー 60% の白石。で、キャプテンの佐藤。で、60% なんですけど、全中優勝の山中。まあ、どっちか来てくれたらいいかな、白石か山中が。で、レーザービームの万波。玉持ちの渡辺。で、F キャプテンの三木。で、全国優勝の、対強打者丸の石井。で、10% で来てくれない代打の切り札山田。そして、キャッチャーの谷繁選手。だ谷繁選手と、万ちゃんが来てくれるんで、もう、今回も大当たりです。大当たりです。さあ、早速ね、入学式入っていきましょう。もう、大当たりなんで、何も言うことないんですよね。今回に関しては。はい、もう2050年になりました。もうこれ何年目？結構いったよね。27年目か。行きましょう。ほい！ほうほうほう、外人が入ってきたと。あ、てかね、全員来たね。白石山中も来てくれてるし。オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない。まず速攻で谷繁さんいてるんで、谷繁さんから、はい、228。これキャッチャー A やったら最高。あ、キャッチャー C なの、キャッチャー C なの、谷繁さん。え、 B じゃないの。厳しいね、厳しいね。いやいや、谷繁さんって名捕手じゃないの。え、そんなイメージやから、キャッチャー C はちょっと評価きついね。まあまあ、でもね、能力も弾道さんあるから強いんやけども、ちょっとね、評価厳しいのかなと思いますね。で、この後、まずは山田くん 10% で来てくれたね、山田くん。代打丸。はい !217。はいはいはい、代打丸、リベンジ、窮地丸。で、早球 C あるから、まあ内野は漏らしてもいいかもしれない。他の選手次第。で、チャンス C、盗塁 D と。まあ悪くないんじゃない、基礎能力もそこそこ高いし。で、ミキくん。はい、おぉ、183。いいですね。盗塁 C、走塁 C、右投げ右打ち、早球 D。だからまあまあ、今ファーストキャッチャーやけど、まあ谷繁さんがキャッチャーでおるんで、まあ他守らしてもいいかなっていうところではありますね。うん、OK。万波さん最後やから、全国優勝の石。このピッチャー良くないときついよ。はい、おー、まあまあ悪くないね。OK、OK。タイピンチ C、伸び D。で、コントロール、スタミナ D、E やけど、まあまあ D に近いかなと。球速ちょっと遅いけど、ツーシームファーストとシュート、フォークあるというところで、まあまあまあ、まあ、フォークとシュートビタビタにして、で、変化球、ストレートもね、160ぐらい投げさせたら、そこそこいい感じになるんじゃないかな。OK です。で、玉持ちの渡辺。ほい！まあ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 、悪くはないから、しっかりとピッチャーで育てて、まあちょっと球種多めにして、やっていこうか。渡辺くんで、全国優勝の山中。はい、ああ213。
いいですね。送球いいなんで、まあ外野は確定で、まあ、盗塁できるやつがちょっと少ないかなって言って、ミキ君だけ、ミキ君走れるんで。で、まあ山田。まあでも山田谷繁と、山中と、200超えが3人おるというような形ですね。チャンス C、対左 C、走塁 C なんで、まあ特に悪くないですね。能力も高めなんで、問題なし。で、次佐藤君。ほい !154。ちょっと弱いな。ちょっとこのメンツやと、野手多めの中で、1、2、3、4人の中では一番低いから、で、マンちゃんも入ってくるから、ちょっときついよね、佐藤くん。もしかしたら、ベンチ外になる可能性ある。で、ラインドライバーの白石。ほい !215。はいはい、完璧ですね。併殺持ってるけど、送球 C あるし、盗塁 C あるし、チャンスメーカー、ムードもある。まあ、未来の一番バッターですね。完璧。うん、併殺あっても、一番バッターにさせるから大丈夫です。白石くん、OK。完璧。いや、もう200超えが、白石、山中、山田谷、ごめん、谷繁、完璧です。で、留学生のマルケス君。ほい!おー、顔こう。OKOK。お、マルケス、どっちかな?どっちがいい?マルケス。ドナルド。ドナルド、これやったら野手の方がいいんちゃうか?なあ、野手の方が能力高いし、外野で野手やってみるか?うん、外野専任にして、全然、野手で頑張って、もう、渡辺と石井ちゃんがおるから、マルケス一回外野で育てるわ。まあ、レギュラーに入れるかどうかはもう自分次第。頑張ってね、マルケス。うん。っていうところで最後、万波選手、見ていきましょう。ほい!肩 B あるの。弾道4。星284。盗塁は F やけど、片目打ち、レーザービーム、決勝打、マルチ弾、送球 B。ちょっとね、これね、三振とエラーは持ってるけど、これね、ショートでもいいよね。またね、これショートとかで変えるとね、また怒られるから、まあ、ちょっと悩みどころやねんけど。いやもうね、完璧でしょ。まあ、盗塁はできないけど、ホームランバッターやね。もうね、クライマックスシリーズの9回の裏、ロッテ戦ね、9回の裏ワンアウトで、確定弾、痺れたね。僕 YouTube で何回も見ちゃった。もう、そっから万波選手のファンになってしまったぐらいって言っても過言ではないぐらい、確定弾に惚れ込んでしまったんで、やっぱりね、パワー系で育てていこうか、万波選手。そうなったらまずは外野やね。外野でやっていきましょう。で、オーダー、まず決めていくというところで、前回通りでいくと、前回通りでいくと、1番が長谷川、で、2番が富山、3番村松、4。で、これやね。これなんですけど、でも大幅に変えていくというところで、まずは竹山、選手は残します。一応ね。で、石井入れる。で、谷繁選手入れる。で、3年生いらないんで、万波入れる。でね、2年生もね、いらないんですよ、ピッチャー。もうね、いらない。鈴木以外、おるから、鈴木以外投げないから。で、片山くんとか、あ、片山くんしかいないんか。あ、いいよ、いらない。佐藤じゃなくて、ミキの方がいいから、ミキ入れて。で、斎藤くんも、白石の方がいいから、白石入れて。山本もどうせ代打の切り札で出ないんで、山田か、山中なんすけど、どっちでもいいな。どっちでもいいから山田にしようか。じゃあこうなってくるとね、逆に石川いらんから、やっぱここ入れるわ。うん、1年生、おえ、1年生野手1、2、3、4、5、6人もおる。だこの中で、でも結局キャッチャーがこれね、谷繁さんの方がいいんじゃないか説も出てくるんで、日差しこうなるんですよね。で、オーダー的には、あ、こうやったんですけど、ごめんやけど、万波入れるわ。うん。やっぱね、
万波選手入れたいんで、5番万波でいきます。でマルチネス、お日ハムや、おてか西川選手も日ハムやから、この辺なんか日ハムの3連チャンになったね。お悪くないよ。で、まあ、ダイソーに北島で、谷村もキャッチャー A で控えてるんで、でね確かねキャッチャーの方あったんであげます。谷繁に、あのキャッチャーの必勝本多分あったんですよ、これ。もう1年生の時の谷繁選手、これで谷繁選手にあげることによって、谷繁選手がキャッチャー A になったんで、もうこれでね、あのセーフシュ問題終わり。だから谷村も一応控えキャッチャーではおるんですけども、まあ、特に問題なくあの使っていきます、谷繁で。うん、ごめんね谷ちゃん、まあまあなんか出番があったら使うからっていうところで、早速ね何もなければ県大会までやっていきたいと思います。はい、ということで夏の県大会組み合わせ抽選会入っていきましょう。まあどこでもいいんですけども、端っこぐらいね7番引いてくれたら、あ1番か、1番はそこで前評判、ちょっと待って、こんな県大会で前評判 A、 そんな8校の中にバンバン来る、それはそれでちょっとおかしいけどねこれ。まあええけどね、まあ、とりあえずね、しっかりと、県大会準備してやっていきたいと思います。はい、それでね1回戦前評判 C というところで、まあ、そんなに気は抜けないんですけども、しっかりとね、お褒めの言葉だけ使ってきます。鈴木ノリノリにして、まあ、谷繁も好調にしよっかで、あダメダメは良くない、 OK、 あとはまあ普通なんで、まあ、ダメダメだけなくしとこうか。 OK、 これでいきましょう。まあ、とりあえずは1回戦なんで、まあまあ大丈夫だと思うんですけども、はい、まんちゃんでいきます。あ、まんちゃんになんか本あげてもいいかもね。まんちゃんこれで、で村松さんここで、でね、一応ねこの辺がセカンドで、ショートが今ね西川くんやらしてるんで、で外野がうーん加藤ちゃんいこうか、じゃあで、まるちゃん西川、まあまあこれでいこうか。あ、オッケーオッケー。まあ、ピッチャーはね、鈴木さんがエースなんで特に問題ないです。あとは2年生3、1年生、まあ、特に2年生ですねをどれだけ出せるかというところなんですけど、まあ、基本的にあの村松さんと石峰さんは変えないんで、うん、バッター万波、あーいいね万波中正万中、強心対応とかなんかな、あやっぱ強心対応か、今強心対応で頑張っていってこい。うん、オッケーオッケー。まあ、本あげてもいいよね、本。なんかいいのあったら。あら、珍しい。はい、3点。まあ、下位打線はね、特に問題ないと思うんで。まあ、4番ぐらいからはね、後ろはまあほとんどね、今、春も出てたようなメンバーが入ってるんで、まあ、谷繁さんちょっとちゃうけど、その辺は不安はないんですけど。いいよいいよいいよ、こっからやからね、まんちゃんは。はい、オッケー。さあまんちゃん、まあ一応ミートで1人ぐらい打ちたいよね。どうだ、初ヒットなる、ナイスヒット、オッケーオッケー、いいよ、タイムリー、タイムリーで、まるちゃん、さあここは精密機械バリのバッ、はい、まるちゃんナイス、まるちゃんはね次期4番なんで、まんちゃんとクリーンアップ打ってもらうから。あれスーさんどうしたの、春の甲子園をねちょっと最後打たれちゃったんで、ちょっと心配は心配なんですけど、一塁タッチセーフ、内に切り込むスライダー、空振り三振、バッターは3年生、普通なら打たれないんですけど、高めボールがバッター、ピッチャー返し、セカンドフォースアウト、やっぱね西川がまだねちょっと守備期待中なんで、その辺はねちょっと打たれちゃうかなって、まあ、守備でね点をしてしまうかな、その辺はすぐ通案許してね、
はい、OK。 OK。 ほんで加藤ちゃん出たところで加藤ちゃんのダイソーで、小島、まあ、1年生はそこまでめちゃくちゃ試合出なあかんってわけじゃないんで、まあ、出なあかんのはマンちゃんと谷繁選手かなと。あとはもう2年生でカバーできるんで、ここの今の2年生かなり強いんで、これでワンアウト。さあマンちゃん、バッターは1年生万波、今日はここまで3打数1安打1三振、絶好調、打ってこいよ、打ちました、お、いいよ、あっと弾いた、取れない、ショートカバーに入る、アウト、これでつ、さあ一発、いや4割9分まで上がってきたね。OK。 できれば今18本なんで2本打って20本はいってほしいんですよね。9対2、村松タイムリーツーベース、和歌山直央、右のバッターボックスは5番石峰、今日4度目のバッターボックス、まあホームラン打って、打ちました、ショートバウンドボールを掴んだ、はい、どうも、うまくさばいています、スリーアウトチェンジ、はい、外野が、まあ、斉藤か、まあ、斉藤やね。さあゲーム、でこれもう最終回入ってるんで、しました、峰さんいける、あ、間に合わない、はい、 OK、 西川ボールを取る、ショートから一塁送球、ちょっとまだね守備がねちょっと遅いよね。なんとかね、夏のこの県大会と甲子園でしっかりとね力上げてやっていきたいんですけど。しました、ピッチャー返し、オッケー、そして今拾い直した、ピッチャーと、はい、ピッチャー変えます、これでツーアウト、ランナーありません、ピンチヒッター、ま、今回はね鈴木さんでいけるんですけど、やっぱね時期を育てるという意味も込めて、まあ、どんどんね出していかないとはいけないんですけども、まあこんな感じでいきましょう、続き、和歌山、よし頑張れよ、一人だけな、今回ね久しぶりにね転生ピッチャーが一般入部の、一般入部ってか取れる、あ取れない、バッターランナー一塁決定、二塁も狙う、岡安、一般入部じゃないか、スカウト組なんですけども、転生じゃないというとこなんで、まあ、できればねここで地道に育てていかないと、今鈴木さんが最強すぎてその後がねえらいことになっちゃうんで、はい、 OK、 まず1回戦突破ね、まあ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 前評判 C やったんですけども、しっかりとね勝ち切ることができましたね。まあまあまあ、ここまではね、順調です。じゃあ次からです。もう速攻で前評判 A 来るんで。はい、OK。まあ特に問題ないですね。さあ次かな。まあ石井ちゃんかな。さあ次で、見ようか。うん、来たね。ちょっと使います。負けたくないんで。この後もね、名門が続いてるんで、ちょっとしんどいんですよね、戦いが。はい。さあ、2回戦。いや、ここ長谷川やな。ほんで、もうこのオーダーでいきます。うん、谷繁と万波が入ってるんであんまり気は抜けないんですけど、もしあかんかったらすぐ万ちゃんと谷繁が交代します。ただちょっと偵察使ってる分ちょっとね余裕はあるかなというとこなんですけど、2点取られた。左1回の裏、2点を追いかけます、和歌山攻撃に入ります、バッターは岸、やっぱちょっと怖いんですよね、こういうところ見ると。オッケー、
はい、ナイスバッティング、まあ、まずは2点取られたんで序盤に早く1点差には OK、 2点返す OKOK、 チャンス。だからね、序盤に点取られた分しっかりとね、序盤で返しとかないと、あれ全然点取らんやんみたいな感じで焦ってくるんで、それをなくしたかったんで、まずは同点追いついたことは20丸。あ、いいね、スパティング返ってこれる。あー、これは無理か。オッケーオッケー。あっと落とした落とした。長谷川ナイスバッティングです。若山、はい、スリーラン。トミー、誰、相手か。オッケーオッケー。ここは転がせでゲッツー崩れでもいいから。オッケー、ナイスバッティング。破った中継、長谷川いいバッティング。先ほどスリーランのホームランを放っている富山、いやもう完璧よ。キーボーイの本領、もう一発いこう。いいよ、ツーツーツースリー。いいよ、ファール、粘ろう粘ろう。打ちました。オッケー、そこでのサードゴロ、いけるか。サードから一塁送球、まあ、このチャンスで村松いけるか。引っ張りホームラン行こう。初球打ち、ナイスバッティング。返ってはこれない。村松ナイスバッティング。さあこの男今日2安打。オッケー、さあ思考研ぎ澄ませ、転がせでいい、つなげ、オッケー、ラッキー。うわー、オッケーオッケー、いいよ、ツーワン、ナイスバッティング。抜けた、レフトバックホーム。はい、6対3、1点入りました。石峰タイムリーヒット、今日これで3打数の3安。そして満中、1年生万波、今日はショートゴロと三振。若谷、いいぞ、しっかり打っていけ。さあ究極の頑張れよ満中。待て、タイム待て、ボールノースリー、ストライク、もう一球見るぞ。ストライクか、ナイスマンチュー。もう一人帰ってくる。オッケー、そしてマルちゃん、さあ究極の思考が今、まんまるコンビ打ってこい。外のボール球、ナイス、これは入ってくる。はい、そらすぐマンちゃんいけるか、走れ。無理ね、オッケーオッケー。マルティネスタイムリー、初安打今日。西川、いやもう日ハム、チーム日ハムがやばい。いいよ、流し打ち、いいね、これは左に引っ張った、抜ける、ライト線ヒット。いいよ、ホームへ向かった若山、この回の、いやいや、これで6点目、11対3、西川タイムリーヒット。オッケー、うわあ、やっぱり返してくる。そして今日ホームラン打ってる荒木、荒井か。オッケー、ゲッツ。いやもうあかんて、もうそういうのやめてや。オッケー、ナイス。で、鈴木が自分でツーベース。で、あと3点取ったらコールド勝ちなんで。はい、ナイスバッティング、取ると3点。長谷川いいバッティングを見せ、さあチャンスが広がって富山、いやお前ら悪くない、ランナーが1つ、結構相手強いからな、まあ、偵察使ってるからここまでうまいこと言ってるっていうのはあるんですけど。はい、抜ける、あとこいつ、はい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 。ノーアウトランナー2塁となりまして、村松、村松決めてこい。初球から打ってった宮崎、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、惜しい。村松、いい当たりでしたが、今日3打数3安打の石峰、峰さん頼むわ。打ちました、どうだ、ライト落下点、ライト方向へ持って走れる、あー無理か、肩いいもんね、強いもんね普通にこのチーム。これでツーアウト、マンチュー、マンチュータイム、頼むぞ。ういマジいける、はい、マンチューのコールド、さよならタイムリーヒット、コールド勝ち、和歌山2回戦突破。いやもうマンチュー
やるね。やるね。この名門からちゃんと2安打打ってるっていうのがすごい。いや、相手にホームランも打たれたけども、まあ、鈴木さんがね、ちょっとね、序盤で打たれてしまったんで、スロースター案件なんですけど、OK。いや、もう、マンチューがね、しっかりと結果出してるから、OK、OK。完璧です、今んとこ。で、次よ。次もね、まあまあいいよ。次も、ちょっとね、対戦相手ね、前評判 A の可能性あるんですよ。ユラノーグよ、マヒョバシ。よかった、負けてる。だからここ、さっきのとこで偵察使っといてよかったんよ。ほんまに。ね、マルちゃんで行こうか。んで、まあ、このままで行って、ショートが、西川さんで、で、セカンドに、秋田沢。で、マルちゃんで行ってるんで、マルちゃんここ行かせて、で、外野加藤で。で、北沢ここ行って、うん、このオーダーで行きましょう。OK。まあ、とりあえずね、鬼門やった前評判 A をなんとか偵察使ってコールド勝ちできたんで、まあ、ちょっとね、鈴木選手が打たれてるっていうのはあるんですけど、もうその辺は大丈夫です。問題ない。北島が出る。4番からランナー1塁という場面で、バッターは2年生。でね、丸ちゃんがね、ちょっと結構ね、打ってるんで、そこはいいですよね。腕を OK、 ナイス進塁だ。そうなったらね、あー点取れない。 OK、 ナイス。北島がヒットちゃんと打ってる。はい、走る。いいよ、まるちゃん次タイムリー打とう。まあ、2年生1年生出してるとはいえ、クリーンナップの村松石峰さん2人をそのまま出してるんで、そこまでの戦力ダウンはないと思うんですよ。追いつかれた。ただファーボール、ファーボール。そしてこの男タイム。ストライク、ストライク。OK、ナイスやわこれ。いや、もうゲッツーコースじゃないんよ。今日2本のヒットを放っている。そして絶好調男。ネクストバッターサークルには行きました。初球、あら高橋、余裕が。どうこれは、センターへ上がって、これは犠牲フライになる。掴みました、西川タッチアップ。はい、ナイス。西川足早いもんね。よくやりました。いや、丸ちゃん頼むよ今日。せっかく注目選手にしたんか、打ってよ1本。ここ打ちました。ファーストこれは守備範囲内、芝取ってアウト、スリーアウトチェンジ。いいよ。なんか普通に投手戦してるけど大丈夫君たち。初球、はい、ナイスバッティング。いや、北島いいね、犠牲フライにヒットに。OKOK、OK、OK。ちょっとね、マルちゃん、これ1本絶対打って。さあ、思考を研ぎ澄ませていきます。初球を打ちました。OK、ナイス。そうそうそう。そういうバッティング。まあ、伝令してやっといけたね。バッターは3年生、村松。頼むよ。これは引っ掛けた、内野ゴロ、笹川、取った、ベースカバーに入る。千葉、取ってアウト、スリーアウト、チェン。おかしいなぁ。黄色い線久しぶりに見たな。頼むよ。外のボール球。お、これはどうだ。根岸、ボールを取る。一塁送球。オッケー。一塁はアウト。で、西川。さあ、お祭り男の本領。しました。西川もね、なんか打ってなさそうで結構安定的に打ってるんですよね。笹川、落下点に入った。ただまあここは打たないと。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。まあいいけど。はい、はい、ホームラン鈴木さん。いや、ちょっとね、君たちね、マジでちゃんと打とうね、ちゃんと打とうね。
していった。掴んでこれで3アウトになります。まあいいけどね。はい、最終回いきますっていうところでね、セカンドショートだけね、変えときます。セカンドで、ショートこれでいきます。ちゃんとした二遊間でなんかあったとき嫌なんで、まあうち表やから問題ないと思うんですけど。続き、はい、ワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。3点差なんで下手しいワンチャンなんかあるからね。3点差は富山ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。和歌山代打は持丸。スタンドから大きな声援が上がっています。外野だけ。はい、これでいきましょう。いいです、これで。ランナー出したらたちまちホームラン打たれたら1点差とかなるから。はい、 OK、 はい、 OK、 準々決勝も突破と、まあ、なかなかいいペースでいってるんじゃない。うん、あのコールド勝ちはできてないけど、まあ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 絶対コールド勝ちしなあかんってわけじゃないし、コールド勝ちしたら打席数とかも減るから、まあ別にいいです、まあ、してくれた方が僕的には別にもう全然嬉しいけどね。あのそんだけ対象してるってことなんで。はい、あと2試合頑張りましょう。結構あの2回戦が鬼門やったかなと思うんですけどね。それはもう近畿の怪物よ、対戦相手。おい、オッケー、ササミ、マイホバン、D。おー、万波のエラーなくなった。三振もなくなってほしいんやけどね。まあいいよ。外野でエラーされたら困るから。マンちゃん。また変えていくんで、ショート西川で、ここ北島でしょ。で、あ、違う、これ。で、加藤。で、まんちゃん。これ。オッケー。まんちゃん頑張ってよ。一発見たいよね、まんちゃんの。ま、本あげてもいいけどね。お待たせいたしました。残り。オッケー。北島よう出るんよ。ノーアウトランナー一塁という場面でバッターは1年生。何してんねんお前。ワンアウトランナーなくなりました。まんちゃん一発打ったらおもろいけどね。いや、あの引っ張りの確定弾再現したいわ。お、どうだ。浦山取った。一塁。それはさすがに無理やね。これでツーアウト、ランナーありません。 OK。 あら、あら、そんな大したことないよ。伸びはあるけど。お、どうだ、落ちるんじゃないこれ。うん、どまいどまい。 OK、 さあ点取っていこう。さあ、お祭り男の本領を発揮することができるのか。頼むよ西川。まず追いつかないと話にならん。まあまあまあいいでしょう。まあいいです、まあいいです。セカンド行ってる谷重さん。谷さん1割なの。まあまあまあしゃあないわな、それはしゃあないわ。鈴木さんの方が打つからね。鈴木さんの方が期待できるもん、普通に。打点14稼いでるから十分でしょ。引っ掛けた内野ゴロ、ファースト取れば守備範囲。はい、オッケー。まあまあしゃあないね。一塁キャンパス踏んでアウト。セリー。えらい打たないね。さあ、究極の思考が解き、初球打った。オッケー、マンチャーナイス。はい、ホームラン、ホームラン。 OK、OK、そうそう、それこそね、3年生よね。しっかりと打ってくれ。はい、OK。 ただもうこれで多分村松さん19本になったんじゃない。
はい、絶好調。タッチはセーフ。二塁はセーフ。二塁タッチはセーフ。頼むよ。来ました、三遊間の。ナイスバッティング。三塁抜けた。マンちゃんここダイソー行くわ。万波ナイスバッティングです。ここまで2安打の村松。和歌山一本打ってダメ押しといきたい。こじ。はい。ストライクかな今の。いいよ。ファール。左手。頼むよ。ストレート。空振り三振。先ほど。珍しい。さあここは精密機械バット。あんまり三振しないのに。流し打ちどうだ。いやいやお前ら。面倒軽快な守備を。どないなっとんねん。ランナーは二塁三塁変わりません。さあお祭り。初球から打ってった。浦山同僚と。よーこのシーン見たわ。三四五が全然打たないっていうシーン。まあいいけどね。ちょっと守備固めするわじゃあ。また4対1やでこれ。だからねあんま大差がつかないから、あの1年生の石井をね投げれないんですよ。これでワンアウトランナーはありません。バッターは3年生浦山。もうちょっとしっかりしてほしいんですけどね。まあ2年生1年生をね出してるっていうのはあるんですけどね。OK。 レフトへ上がった。レフト掴みました。勝利まであと。さあ最後ね持ち前の熱血が力を。まあまあ十分ですね。途中までね1対0でずっと負け取ったんでどうなるかなと思ったんですけど、しっかりとね勝ってくれたんで特に問題ないです。はい、4対1。さあ最後決勝はコールドないんで、もうこのままのオーダーフルオーダーで行って、余裕があれば2年生1年生出していくという形ですね。まあ結局はね村松さんと石峰さんが打ってくれたんで、まあここまでは問題ないです。さあ最後決勝、まあ、弱かったらいいんやけどね。さあ最後、ういっ、えすさみ工業、さっきやらんかったすさみ農業とやって、すさみ次工業とやるんですね。で前評判 D と。なんで決勝で前評判 D なの。ただねこれ油断したらね一杯食わされる時あるんで、まあ、このままで。西口さんって、西武の西口さんじゃないよね。西口さん和歌山なの。お待たせいたしました。共に。そうなったらまた話、お話は別やね。バッターは近畿の伊達村松。ぽいな。マウンド上ピッチャーは西口。いやいや、西口さんですやんか。西武の新監督の。和歌山なんだ。へえ。そうなったらお話別やんか、強いやんか。それは決勝で上がってくるし、ホームもかっこいいもん。新監督ね、西武頑張ってよ。今年あんまり調子良くなかったけど、次は応援してるから。いいバッティングを見せました。OK、まず1点先制。OK、トミーが出る。だからね、まあ、10点差ぐらいついたら、まあ、10点もね取られることないんで、うちの数ヤンがね、できるだけ早くねちょっと点差を広げたいんで、なんかねうちの打線ねちょっとね不調なんですよ。はい、 OK。 二塁セーフ。よし、一発頼むぞ。しました。バックホーム体勢の間、五十嵐。おお、ラッキー。満塁。石峰さん。バッターは3年生石峰。今日は三振とセンターフライ。ない。絶好調にするやつがない。まあ、犠牲ぐらいでいいか。これは
走者一掃。いや村松足早。オッケーオッケー、いいよ、良くなってきた。1年生万波、今日はファーストプロとショートプロ。マンちゃん、マンちゃんも1本と。アウトコース低め、空振り三振。さあ丸つなげよう、頼む1本な。よし、惜しい。まあまあそこそこね、前評判 D にしてはまあまあまあ打ってくるかなっていう感じですね。守ってくるかなっていう。西川ナイスバッティングです。初安打。バッターは1年生谷繁、走るぞ。ボールを2塁へ送った。谷繁頼む、打て。さあラッキーボーイの本領を発揮。まあ打てんかったらしゃあないけど、0割やもんな。打ちました。西口ボールを使った。うーん、まあしゃあないな、4対0。まあ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 、OK OK、チャンス。まあ魔物とか使ったら勝っちゃうんで。引っ張った。2塁ランナー3塁へ向かう。西口取ってアウト。和歌山バッターは3年生村松。バックスクリーン20本いこうか。よっ、はい、20本目。西武の西口からいいですね。20本、大台乗りました。まあ、30本は無理やったけど、まあまあ十分です。さあ究極の思考が。いや意外と結構長々と投げるね。まあまあいいピッチャーやけどね。さあお祭り男の本領、初球を打ちました。もうね早くね、もう智弁和歌山長いんで、智弁和歌山抜けて、あの普通に送りバントできるようになりたい。あの中盤に今もう全部ね送りバント禁止してるから、それが結構つらい。まあジョックロックがかかればというところなんですけど、取ってこれで3アウトチェンジ。低めボール球を破ってった。オッケーオッケー。松浦いいバッ。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは関。まあ、この点差があるんで1点ぐらいはいいんですけど、まあ、むしろね、おーおー、グラバー弾いた。そして今オッケー、まあまあまあいいでしょう。ようやく1点を返しました。和歌山なおもバッターは3年生。いよいよ塚田、今日はここまで3打数ノーヒット。うん、まあまあまあ、しゃあないじゃん。今拾った。ツーアウトランナー。しました。ピッチャー。はい、オッケー。ピッチャーから行きます。おお、危ない。オッケー。速球それた。アウト。スリーアウトチェンジ。はい、最終回。ね、これ代打ダイソー行くわ。竹山もおるんで、三年生ね。小島行って。キャッチャー二塁送球。いいセーフ。成功。ランナーが二塁。代打行こうか。まず北島バッター。さあお祭り男の本領発揮。おー、ナイス。いやいや、いいんじゃない。オッケー、中継。和歌山なおもちゃん。さあチャンスが引っ張って富山、今日はここまで4打数2安打。富山代打行こうか。加藤でピンチヒット。頑張れ、1点取れよお前ら。お、いいね。ボールはライダーで、はい、噛みました。小島スタートを切った。完璧。和歌山バッター、近畿の伊達村松、初球を打った。ショートハンドボールを掴んだ。一塁送球、惜しい。五十嵐うまくさばいています。 OK、 最後ね、石行かせて、守備がセカンドショート行くからで、セカンドこれでいけるね。はい、でまあキャッチ一応谷村行こうか。続一人だけ頑張って投げろ。1、はい、答え。
残念、まだまだワンアウトも取れてない。バッターは3年生中西。石井。はい、適格に上限します。威圧感出します。まあでもね、普通に悪くないんですよ、ピッチング的には。竹山くんヤクルトの選手なんですけど、変化球も結構ビタビタなんで。はい、ワンアウト。芥川賢そうやなお前。タッチセーフ。見逃し。はい、守備変えます。いいです、全然関係なくても。はい、頑張って。こっからね、6点取られることないんだよ、絶対。魔物使わない限り大丈夫。中継。井上、いいバッティング。今日元気のない大村。いや、まあ、一応ちゃんとやっといてよ。はい。ちょっとね、絶好調がこんな風邪ひいてるやつに打たれるわけない。はい、OK。はい、まずですね、5年目。夏の県大会、しっかり勝ち切ることができました。まあまあまあ、結構ね、対勝できたんじゃないかなと思いますけどね。うん、村松ちゃんもホームラン出て20本乗せてくれたし、最後決勝が、西口選手やったんで、まあちょっとね、苦戦するかなって一瞬思ったんですけど、まあ、打撃陣がね、しっかり打ってくれた。で、まあ今回に限っては、まあ、特に、まあピッチャーですね、鈴木選手 2.15 なんですけどね、まあ、ちょっとね、2回戦で白浜学院、これが前評判 A やったんで、ここがかなりきつかったんですけど、まあ、あとは普通にね、1失点で抑えてくれてるんで、特に問題ないです。まあ、谷繁全然打ててないんですけど、こっちはしょうがないです。まだしょうがない。うん。で、まあ、この辺、長谷川君とかもめっちゃ打ってるし、村松とかもね、万ちゃんもね、3割3分。まあ、悪くないんじゃないですか。大体みんなちょこちょこ打ててきたんで、まあ、今回ね、第17話ですかね、夏の県大会、戦っていきました。結構ねコールド勝ちとか多かったんで早く終わってしまったんですけども、まあ、1年生には谷繁、そして、万波選手と、まあ、将来有望な、ね、選手転生選手が2人入ってきてくれたんで、まあ、次回もね、夏の甲子園5年目 で、まあ、エース2年生の鈴木、そして3年生に村松石峰、このね、レジェンドコンビがおるんで、ここでしっかりとね、和歌山優勝を決めて、近畿制覇していきたいと思いますんで、次、お楽しみください。というところで、次の配信を、また、お楽しみしていただけたら幸いです。では、次の配信でお会いしましょう。発信は、マサでした。